皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。いつもご視聴、または高評価、チャンネル登録いただきまして、本当にありがとうございますと。いうところで、まあ、今回はですね、まあ、前々回ぐらいの、まあ、動画で、まあ、復古戦士ガチャかなを、まあ、50連、しまして、その後、ミラティブの配信の方で、まあ、10連。そして、運営さんからもらったチケット、まあ、10枚と、自分がまあイベントでゲットしたチケット5枚。うん。で、それで15連と、いうところで、今のところ計75連、まあ、70連ぐらい、ガチャ回してるんですけれども、まあ、新規の、まあ、3名は愚か、まあ、背景キャラすら一切出ないとね、いう状況に、まあ今なってるんですけれども、まあこれね、エレンさんのこの、なんて言ったらいいんですかね、もうガブリ具合がちょっと甘いのか、もしくは、その巨人化するその目的意識みたいなのが、まあ薄いのかと、ああいうところで、まあ要はピックアップ、新規出てないってことは、それすなわち巨人化してないってことなんで、目的意識がまあ薄いんじゃないかっていう点に関しては、まあそれはね、プレイヤーである、この私の責任である可能性もあると、まあいうところで、これね、意思表示のためにこれ青石、まあ一応ね、用意したんですけれども、まあこれで、あとは、エレンにもう思いっきり噛んでもらうだけ。はい。まあ意思表示はして、目的意識、もしくはモチベーションはあるので、まあこれも強靭化するでしょうと。まあ何言っとんねんって話なんですけど。まあ要は、もうやってやろうってやつ。はい。で、計、今回はチケット10枚と、青石20連ってとこなんで、トータルで、まあ100連、まあ、オーバーかな。うん。になるんですけども。まあそろそろ出てくださいよっていうね、感じで、まあやっていこうってやつです。まずは、とりあえずね。まあまあまあ、とりあえず、チケット、行きましょう。この辺で3枚抜いてもらっても全然いいよ。もう自分は一向に構わない。うん。そんな雰囲気は一切しないね。やっぱりその、やっぱり青石じゃないと思いっきり噛んでくれませんか？はい。はい。4枚。4枚じゃない。5。はい。6。7。うんうん。8。ちょっと重い？9? うん。まあまあまあ。まあそんなんでしょうな。うん。所詮チケットなんでね。つうわけで。まあこっちは本番よ。本番こっち。うん。意思表示はしてるんで、もう思いっきり噛んでくれ。はい。行こう。ここでちょっと何人か出てくれんと、うん、なるほど。2人おるんで、まあ2枚は来そうだが、まあここで、思いっきり噛んでもらうと。ちょっと髪が甘いんじゃないんですか、エレンさん。お友達2人も来てましたよ。まあ、というわけで、まあ、2枚ぐらいは出るでしょうと。ああ。なるほど。はい。あったと。まあ、背景キャラで言うたら、サシャでも全然構わないんで、まあ、今の感じの演出だとサシャが出てもおかしくもないけど、さて、お、ありがとうございます。攻撃キャラ来ましたね。攻撃キャラの子に、ゲットです。まあ、ただ、その3キャラの中では一番、あれかな。優先度は低かったかな、正直言うと。もう、リヴァイかエルヴィンの2択だったんで、自分の中では。まあ、それをね、ここでね、まあ、ここで引いたらもう何も言わないんで、何も言わないんで、うん。まあ、できればもう一人お友達連れてきてほしかった。さて、これ100回、100連目ぐらいなんでね。そろそろね、噛んでくれ。あー、そっか。最近でも全然ダメだな。はい。うん。重い。はい。そろそろ？そろそろかな？次かな？来ないね。コニーの主張が激しい。はい。ここ。はいはい、そうですか。ダメですか。一応、今回30連しましたけども、まあ一応、光栄キャラの子に、だけゲットするというね、これなんとも言い難い結果にはなってしまったんですけれども、
うん。全然巨人化しませんね、最近。どうしました？はい。というわけで、トータルで100連オーバーぐらいやってきましたけども、これはちょっとどうやろう。もう追っかけるのはもしかしたらやめるかもしれないんですけど、まあ、やるとしても、動画外で、裏で、ちょっとね、ちまちまと引いていきますので、もしゲットした際は、ツイッターの方で、まあ、報告させていただこうと思ってますので、ツイッターフォローですね、まあ、まだ、してない方いらっしゃいましたら、もしよろしければでいいんで、概要欄に載せてるんで、フォローしていただければな、と思います。というところで、今回の動画は、この辺でお開きとさせていただきたいと思います。最後までご視聴、ありがとうございました。Oh, yeah.